2017年10月31日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第2172話、良くないもの。初投下なんて上手にあれできるかわかりませんが、すれまたいでもよろしいでしょうか？いいですよ。ありがとうございます。では。自分、霊感霊。霊体験も霊。だから怖い怖いと言いながらシャレコアを見てしまうのさね。何年か前、当時大学生の親友の A から奇妙な頼まれ事があった。そう。ちょうど、こんな無季節のこと。俺の母方の実家に一緒に行ってくれ。僕、男の子だよ。本当にいいの？なんでも、前年20歳になる時に母親に連れて行かれた実家に、どうしても今年も行きたいとのこと。ところが母親は用事があって外せず、かといって一人も嫌だというので、高校生の頃からの付き合いだった自分にお鉢が回ってきたのだ。お前も変わってるよな、母方の実家に友達連れて行くかね。まあ他にいないっつうか、全員断られたから。そりゃそうだ。A の母方の実家ってのは、とある山間の小さい村で、どがつく田舎だった。でも電気水道にネットまで通ってるんだけどさ。列車に揺られて10時間とかそういうレベル。大半が待ち時間だけど、だったので、手持ち無沙汰ということもあって、ぽつぽつと、去年あったという話をしてくれた。去年、A は20歳になる時に必ずその村に来るように、と、固く、母親に言われていて、心底いやいやついていったんだそうだ。自分も見てきたけど、本当にど田舎、娯楽施設なんてあやしない。まあそれでも結構な家柄の母親の手前、成人した息子をお披露目に、とかそういう話なんだろうな、と、連れられて村に来たんだそうだ。案の定、実家についてもすることなんかない。漫画なんてあるわけない。ゲーセンもなければ PS にも置いてない。コンビニも山二つ越えたところにあるとかないとかそういう世界。その割に来客もないし、祖父母に挨拶したくらい、俺何しに来たんだ？っていう感想だったそうな。さすがにゴロゴロし飽きたのか、家を出てお店のあるあたりまで散歩して行ったんだと。そこで、それは起きた。駄菓子屋みたいなところに入って、声をかけたら、もううちは閉めるよ。帰って、と追い出され、自販機もないし、何か飲むものをと思っても売ってくれなかった。よそ者嫌いにしたってほどがあるだろ、と、さすがにカチンときた A、店先にジュース出してたおばちゃんに食ってかかったそうだ。なんなんすかここ。なんで売ってくれないんです？俺なんかしたっつうんですか。とどなりつけると、そのおばちゃんは目を合わせないどころか、顔をこっちに向けようともしない。ちょっと。と、声を上げたところ、いきなり。じゃあ、助けてー。丸三角形やー。お父さん、と、ものすごい声で叫び出したという。すると、店の奥から木棒。枝じゃなくて棍棒みたいなやつだったらしい。お手にした。白髪のおっさんが飛び出してきた。それも、威嚇とかじゃなくて思いっきり振り下ろしてくる。丸三角形、稲や、木なや、とかそんな感じの方言で、絵を追い払う。というか、それこそ命も狙わんばかりだったそうで。騒ぎを聞きつけた周囲の住人も、遠巻きに絵を囲もうとしていたらしい。あとはもう必死で山道を駆け上り、なんで？なんかしたんか俺？と自問を繰り返しながら家に逃げ込んだそうだ。母さん、なんなんここ、マジやばいって、マジで、と、来客中にもかかわらず母親に詰め寄った A。ところが、A のお母さんは何も言わずに下を向いてしまったらしい。おお、大きなったなぁ、お寺さん覚えとるか？と。母親の向かいに座っていた住職が声をかけてきた。多分自分が小さい頃に挨拶した人なんだろうな、と、記憶にないので。ああ、はい、とかそんな返事をして、
A は改めて母親に今あったことを説明しだした。すると、住職は、覚えとらんか、覚えとらんのか、そうか、覚えとらんそうや、どうするや、と、A の母親に尋ねた。母親は困りきった表情で返事ができなかったそうだ。少しの間、沈黙があった後、住職が口を開いていった。わしが、話を、しよし。話は遡って、A が生まれてすぐの頃。母親の産後の休養も兼ねて実家でのんびりしつつ、A を自然の中で育てたいという。両親の希望で、A と母親は村に戻ってきたという。父親は単身赴任。その周辺では、いいとこの家だったそうで、毎日ひっきりなしに A を見に来る人で、ちっとものんびりできなかったとか。それでも、A の母方の祖父母は娘自慢に孫自慢で、近隣に触れて回るような喜びようだったそうな。そうしたある日、高名なお坊さん、前述の住職のお師匠さんです。便宜上お師匠さんとします。が、A の祖父母と付き合いがあったので孫の顔を拝みに来たという。母親が、A を抱っこしたままお師匠さんに顔を見せてやろうとしたとき、丸三角形バツバツ丸、と、誰かがお師匠さんを口汚く罵ったんだそうだ。A の母親は、まさか両腕の中にいる赤ちゃんが言ったとは思わなかったんだろう。なおも罵声はやまない。途端にお師匠さんが仁王様のような様相に変わっていき、この辺で罵声の主が赤ちゃんだと周囲の人も気がついたという。A の母親は事態が飲み込めず凍りついたように立ちづくし、お師匠さんはダラダラと滝のような汗を流していたそうだ。丸三角形や、誰かがそう叫ぶと、あっという間に家は大狂乱。訪問客は履物もそのままに逃げ出してしまったらしい。その日の夜、祖父母と母親、お師匠さんが真っ青な顔で相談していたところに、少しは慣れた村にいた住職が呼び出されてきた。その時は、A の家、家っつうかお屋敷級でしたが、お松を持った住民が取り囲んで、それこそ今にも焼き打ちをせんばかりだったそうな。恐ろしいことに、どうやら祖父母と母親は A を、A の命を奪う方法について話をしていたらしい。それをお師匠さんが絶対にさせん、と頑として折れなかったという。やってみよしな。やるだけやってみようよ、みたいな意味らしい。そう言ってお師匠さんは A を預かってお寺で育て始めたそうだ。詳しい話は聞きそびれたんだけど、三つか四つのお寺で持ち回りみたいな感じで、預けられては次に、っていう仕組みだったらしい。何年かはそう大きなことは起きなかったらしく、A が12歳くらいまではお寺にずっといたそうなんだけど。もう結構なお歳だったお師匠さんは、亡くなってしまったんだそうだ。お師匠さんのおかげでなんとかやっていたお寺の協力も、いなくなった途端に。お互い厄介者の押し付け合いでどうにもならなくなってしまったらしく。かといって住職もどうしようもなく、結局親元に返すことになったという。その時はえらく無責任だった、と詫びてくれたそうだけど。同時に、自分ではどうもできんかった、とも言っていたそうだ。丸三角形とかっていうのは、この地方に伝わる、良くないもの。の呼び名らしくて、定まった名前があるわけじゃないんだけど。そういうもの、に対して使うものらしい。丸三角形は口に出してはいけない。A は、あれ、とか、そういうの、とかで表現してた。疲れるらしい。住職に事情を聞いて、A はいくらか混乱しながらも落ち着いたらしく。なんで20歳になったらここに連れてこいなわけ？と、質問をしてみた。すると、それは亡くなったお師匠さんの遺言だったらしい。もし20歳まで A が丸三角形でなかったら、もう大丈夫だ、と。その判断はどうやるのかはわからないけど。その代わり、丸三角形だったら、石で頭を割って命を奪え。とも残していたんだそうだ。それほど恐ろしいものだったらしい。住職は、そこまで話してから A ににっこりと微笑むと。
もう大丈夫やし、と、言ったという。502イコール桑原和夫。自分と永和村に着くと、実家ではなく、まずお寺に向かった。はっきり言ってボロいお寺だったけど、なぜか塀に沿って石の玉がボロボロ並んでる。それも一個二個じゃなくて、何十個っていう数。なのに、どれも砕けてたり、真っ二つだったり。ちょうど、自分らは愛車の株に乗って住職が帰ってきたところに居合わせ、住職は、ニコニコ笑ってヘルメットを脱ぐと、手招きでコイコイとやってみせた。ご住職、この玉って何なんですか？門をくぐって、敷地内に入っても砕けた玉はそこら中に置いてあり、気になって尋ねてみた。ああ、それは盆や。盆、イコール、坊主の絵、つまり絵のことね。丸三角形が盆を殺そうとしとったんやし。おかわりやな。縁側に腰掛けて、住職が続けた。三、お師匠さんのこと、は、盆のおかわりさんが足りんで、何から何までおかわりさんにしたんやし、わしのベンツ、愛車株のことらしい。も、おかわりさんにされそうやったし、カラカラと笑ったが、太真顔になって、三はな、そうやな。そこまで言うと、スタスタ遠くに入っていき、ほどなくして何やら包みを持って戻ってきた。三や。包みを解くと、真っ二つに割れた漆塗りの位牌が出てきた。なんで俺にそこまでしてくれたんすかねえ。無理やり力で割ったような、不自然な割れ方をした位牌を見ながら、A がつぶやいた。しばらく、誰も口を開かなかったけど、日が傾き始めた頃に A が持ってきたお酒とお土産を置いて、お寺を出ることを告げた。大事にしよし。住職はそう言って見送ってくれて、自分らは A の実家へ向かった。なあ、丸三角形って何がダメなん？帰り道で、A に聞いてみた。丸三角形はな、人が不幸になるだけなんよ。丸三角形本人が周りを巻き込んで、どんどん、不幸にしていくんだ。何なのかはよくわからん。昔は結構あったらしい。丸三角形がいるだけで不幸になる。何しても人が病気になる、命を落とす、家が没落する、作物が取れない、家畜が死ぬ。だから殺さないといけなかったらしい。しかも殺すときは聞いてるだけで晩飯が食べられなくなるほどの内容で殺されるらしい。この時代にそんな穴黒な、なあ、そう言って A は笑った。後々聞いた話によると、A が丸三角形で亡くなったという理由はいろいろあったらしい。お師匠さんの遺言で、おかわりさん、だけは欠かさなかったのが、ある日突然おかわりさんが、壊れなくなったんだそうだ、それで大丈夫、ってなったらしい。なんか上手にあれできなくて正直すまんかった。何こらたここらだけは勘弁してください、じゃ。ネットで見つけた怖い話。第2173話、蛇の生殺し。A県の山奥に住んでいた、ある一家に起きた話。もうだいぶ前の話で、当時はまだ薪拾いなんかが普通に行われてたんだな。その家の主も山に入っていろいろ作業してる人だった。ある日いつもと同じように山に入ろうと川淵を登ってたら、道端に大きな白い蛇がいたんだと、そのおじさんは毎日ここで仕事してるわけで、次に会った時に草むらで突然噛まれたりしたら嫌だなぁと思った。これから山に入るところだから手元には熊手やなたやら道具は揃ってる、いっそ殺してしまえ。と襲いかかった。大きな蛇だし毒を持ってるかもわからない。噛まれるのは怖い。もうひたすらに頭を狙って叩いた。おじさんも必死だった。蛇も突然襲われてびっくりしたんだろう。逃げときを失った。やり返すこともできず頭から血を流して、体いっぱい砂に濡れながら全身でのたうってる。かわいそうだけどもう殺すしかないんだ。早く死んでくれ死んでくれ、叩き続けた。そうこうしてるうちに叩いても反応しなくなった。蛇がおとなしくなった。ああ、ようやく死んだんだなと嘆息した。蛇とはいえ殺生したんで、やっぱり気分は良くない。
なんかこのまま蛇の死骸を道に置いていくのは後ろめたいっていうか、ちょうど横には川が流れてる、そこに死骸を蹴り出して捨てることにした。ゴム蝶の横でズズズと擦るようにして川に落としてやった。すると、もう死んだと思ってた蛇が水面をさーっと滑るようにして逃げていったんだと。おじさんは一瞬ゾーッとしたが、これで二度とこの辺には近づかないだろうし。無益な殺傷も避けられたんで、まあよかったんじゃないかと思うことにした。それからしばらく何事もなく過ごしてたんだ。おじさんが住んでるところは前述した通りの山奥で温泉が湧き出る。近くに結構有名な湯治場があるんだ。まあ田舎のことだし楽しみも少ない。毎日の山仕事で体も疲れる。そうすると自然に、温泉でちょっとリラックスしようかってなる。その日も湯に浸かりに行った。湯に入ると先客が一人いた。湯気の向こうに、頭に手拭い乗せて使ってる男の姿が見える。近所では見かけない風景で、きっと湯治客なんだろうと思った。せいぜい10畳程度の大きさの湯船で、押し黙ってるのも不自然だし、何より暇だ。特にすることもないんで話しかけたその男、やっぱり湯治客だった。話を聞くと山で災難にあって打ちミスり傷ができたんだという。頭にも傷を負ってこのありようだと指さした。さっきは手拭いを乗せてるものとばかり思ってたんだが、よく見ると頭にまるで包帯のように、白い布を巻いて湯沸いてたんだな。剥げ上がってるのか髪が全く見えない、頭のてっぺんまで生白い。その姿がまるでなんか肌が泡立つような、嫌な予感がしたわーと思ったけど、もう気になってどうしようもなくて思い切って、一体どんな災難に？と聞いたら、人に叩かれた。という。そこで思い至った男の話、あの時の蛇の剣にそっくりなんだ。おじさん薄気味悪くなったけども、偶然だろうと必死で自分に言い聞かせた。で湯を出て一目散に家に帰った。で結局何もなかったんだよな。そのおじさんの身にはそれからしばらく経って、その家の不幸が始まった。おじさんには娘が一人いた。その娘さんの髪がどんどん抜けて代わりに鱗が生えてきたって言うんだな。学校にも頭に手拭い巻いて通ってたという話だ。おじさんが、娘。がああなったのは俺のせいだ。その因縁めいた話を方々でしてた。蛇の生殺しは禁忌だと。絶対最後まで手を抜いちゃいけないんだと。階段。徒競くんがごっちゃになってこの話は近所に広まっていった。なんでこんな話をしたかというと、ニュース番組で体に鱗ができる病気の特集があったんだけど、それ見てる時に母が、そうそう、ちょうどこんな感じだったのよ、あの娘さん。で、それで思い出したんだ、この話。ネットで見つけた怖い話。第2174話、海地の怖い話解釈。531です。ちょっと長文になりそうだしまたありで今日コンビニ行った時なんだが、雑誌コーナーにある本の中で目を留めたものがあって、いわゆる、全国心霊スポット100選。みたいなそれをちょっとパラパラしながら眺めつつ思い出したもんだから、珍しくを書いたに来てみようと思ったわけで、もう6年ぐらい前になるし、まあ霊感のない俺だから直接の心霊体験ってわけでもないんだが、個人的には最高の恐怖体験だったから書いてみる。直接の体験談じゃない部分がメインだし、昔のことだから少々事実と異なるかもしれん。一応思い出せる限り正確に書くが前置き長くなってすまん。さて、どこから話そうか。俺が19の頃、当時某大学に通ってたんだが、同じ学部に A ってやつがいた。そいつには B って男友達とそれぞれ C、D って彼女がいて、よくその二組のカップルで行動してるようだった。学部は4人とも俺と同じだったけど A 以外は顔見知り程度。6月ぐらいの頃そいつら4人に立て続けに不幸なことがあって、A はバイト中に複雑骨折、C、A の彼女、は住んでた寮の部屋が半焼、D、B の彼女、はもともと虚弱体質だったらしいが、何やら厄介な病気になって入院、
それからすぐ休学して B も大学に来なくなった。というか4人とも学内で見かけることがなくなった。その頃ちらっと聞いた話だと、4人で出かけた時にあるトンネルでトラブルに遭い、そこで霊かなんかに取り憑かれたんだ、みたいなことになってた。どうもトンネルでトラブルがあったのは事実みたいだったんだが、B が大学に来なくなる前に周りに話してたらしい。4人の不幸が霊の仕業になってるのを聞いて、さすがにそれはないわ、わら、と。と俺も最初はバカにしまくってた。このトンネルでのトラブルについては後々 A 本人から聞くことになるが口述、しょうもない噂とはいえ、ちょっと日常的じゃないこの話題はすぐに飛び火して、半分ネタとして受け止められながらも大学内では、トンネルの呪い説、が通説になった季節も夏に近かったし、他の学部やよその大学からも実際その噂のトンネルに、行き出す奴が出始めて、もう軽く有名な心霊スポットとかしてた。だんだん、事故死した作業員の呪いだ。とか、かつて合戦場だった。とかソース不明の、逸話が加わっていったのを覚えてる。しかもそのうち誰が聞きつけたのか心霊系の雑誌記事やらサイトにまで取り上げられるようになって、6年以上経った今でも雑誌で見かけることがあるとにかく当時は学内周辺ではかなり話題になった出来事だった。とりわけ例の4人は、トンネルの呪いにあった当事者。として、もちろん4人からすればなぜ例の呪いにまで話が発展したのかわからなかっただろうが、実際不幸が降りかかってきてたのもあってかなり怯えていたようだった。怪我が治りかけてた A も休みがちになってた下3人も学校に来ない。その頃の A はストレスもあってかはためにも完全にやつれた雰囲気で気の毒だった。続けるそれから久しぶりに A を見かけ、トンネルでのことなんかを詳しく聞くことになったのは秋近く。怪我はもう大丈夫そうだったが見た目は他人が見ても心配になるぐらい、もう、以前と比べれば病人みたいだった。夏休み中で学生もまばら、たまたま A は書類をもらいに学生課に来ていたらしい。書類は休学届だったんだが、確かに見た目からして休学した方が良いように思えた。噂もすっかり定着した頃に当事者登場となれば本人から話を聞きたくもなる。デリカシー皆無のやじ馬状態の俺らはちょうど昼飯時、何人かで集まってる輪の中に、A を加えてこの際根掘り葉掘り聞くことにした。寮が火事にあった C は実家に帰ったままらしく、D は相変わらず入院中。B に至ってはもはや A すら近況を知らなかったぐらいで、A 自身もう一人で、抱え込んだ原因不明の恐怖感を誰でもいいからぶちまけたかったんだと思う案外嫌がらず、噂の発端になった。トンネルでの出来事について話してくれた。ネットで見つけた怖い話。第2175話、拾ったメモリーカード。1、去年の4月、学生時代の友人が私のところへ遊びに来ることになりました。彼は東京に就職して現在も独身、私は、前年に結婚して夫婦で京都のマンションに住んでいました。その日はたまたま家に私だけしかおらず、彼はうちを宿にするつもりでした。待ち合わせ場所に彼が来ました。コーヒーを飲みながら近況を話すうちに、ふと学生時代のことに話が及びました。数年前まで京都の大学へ通っていた私たちでしたが、学生の間、彼は御所へ一度も行ったことがなかったそうです。御所は待ち合わせ場所から近かったので、それなら一度散歩でもしよう、という話になりました。2、ちょうど桜の時期でもあり、御所の中は人でいっぱいでした。私たちは砂利道の中をそぞろに歩きながら、取り留めのない話をしていました。彼がバッグから何かを取り出そうとしたとき、私は、その足元にメモリーカードのようなものが落ちているのに気がつきました。拾い上げると、それは 256MB の SD カードでした。もちろん私のものではないし、彼が落としたものでもないということでした。御所の警備員に会ったら預けよう、と彼が提案したので私は、
それに同意し、カードを彼に預けました。ところがしばらく歩いているうちに、私たちはうっかりそのカードのことを忘れてしまっていました。カードを持ってきてしまったことに私が気がついたのは、御所の後に町へ出て、その後に母校の大学へ立ち寄り、夕方にマンションへ帰ってきてからでした。彼もすっかり忘れていたようで、結局、明日届けよう、ということになりました。3. 二人で夕食を済ませてからしばらくして、私は、彼に、メモリーカードのデータを見てみようか、と言ってみました。彼は最初こそ、やめとこう、と拒んでいたものの、私が執拗に誘ったこともあって、しぶしぶ承知しました。偶然。私は、カメラやパソコンについてはあまり詳しくないのでわかりません。彼のデジカメにカードが入ったようでした。デジカメの画面には最初、プレビューできません。といった意味の文字が浮かんでいました。彼は、ファイルの種類が、とかなんとか言っていましたが、私が何度かボタンを押すうちにパッと画面が明るくなり、一枚の写真が表示されました。両脇を水田、麦畑に挟まれた細い田舎道をこちらに背を向けた少女と少年とが向こうへと歩いてく写真でした。日が沈む頃だろうと思います。全体的に青く暗い写真でした。ボタンを押して次の写真を表示したとき、私は驚いた声を吸い込みました。4. 場所や時刻は先ほどと同じ。ただ違うのは少年少女の位置でした。少女は先ほどの写真より10歩ほど前を歩き、やはりこちらに背を向けています。ところが少年は先ほどよりも随分と手前、カメラに近いので腰より上しか画面に入っていません。そして彼はその状態を不自然にひねり、まるで腰と肩を持って誰かがねじったように。肩と顔だけは私たちの方を向いているのです。そして私が息を呑んだのは、その顔です。苦痛に歪んでいるのか、笑いをこらえているのかわからないようなその真っ白な表情は、普通の顔のサイズの2倍ほどもあるのでした。身体とのバランスも明らかにおかしく、顔の幅が肩幅と同じくらい。その不気味な写真から私は、思わず顔を背けました。写真はその2枚だけでした。自分たちのしたこと、人の写真を見てしまったこと、と、その写真の異様さとに、私は、少し落ち込んでいました。彼も少し青い顔をしているようでした。その後、私たちは後味の悪さを振り払うように、それぞれシャワーを浴びて少しお酒を飲み、次の日の予定などを話しながら、一時ごろに別々の部屋で床に着きました。日中歩いたためか、寝つきは良かったように思います。ただ、お酒のせいで眠りが浅かったのか、夜中にふと目が覚めてしまいました。今度は目が冴えて、なかなか眠れません。どこかから物音が聞こえるような気もしてきます。そのうち、思い出したくもないのに昼間の写真が脳裏に浮かんできます。なるべく他のことを考えようとしましたが、そうするとかえってあの大きな白い顔が迫ってきます。緊張して、冷や汗が出ました。部屋に誰かがいるような気さえします。すると急に喉が渇いてきて、もう眠るどころではなくなってきました。私は思い切って目を開け、リビングに行って水を飲むことに決めました。自分の部屋を出ると、廊下の先のリビングのドアが開いているのに気がつきました。一瞬私の足は凍りつきましたが、きっと彼が夜中に起きてきて、私と同じように水か何かを飲んだのだろうと考えました。そう考える方が自然だとも思いました。ゆっくりと廊下を進み、リビングを覗くと、暗闇の中に彼の背中が見えました。床にしゃがみ込んで携帯を見ているようで、その明かりがぼんやりと彼の姿を浮かび上がらせていました。私は、安心しました。声をかけようと思いました。ですが、彼は、まだこちらに気がついていないらしく、今声をかけると驚かせるだろうとも思いました。数秒だったと思います。どうしようか迷いながら彼を見ていました。6. すぐに私は、彼の様子がおかしいことに気がつきました。私は、彼が G をしていることを悟りました。
全身に鳥肌が立ちました。嫌悪感を抱きながらも、私は、彼から目を離すことができませんでした。音を立てないようにするのに必死でした。唾液を飲み込むことさえできませんでした。彼は何か上ごとのようにつぶやいていました。同じフレーズを繰り返しているように聞こえました。そして果てようとする彼がごとりと床に置いたのは、携帯ではなくデジカメでした。デジカメの画面にはあの不気味な写真が映っていました。あの顔の少年が私を見て笑ったように見えました。その後すぐに私は、部屋へと引き返しました。リビングから寝室までの廊下があれほど長く感じたことはありません。いつ後ろから彼が追いかけてくるかわかりません。追いかけてくるのは彼なのか、少年なのか、恐怖で私は、混乱していました。音を立てないように、しかし一秒でも早く。やっと部屋に入った私がドアを閉じるときに廊下を見ると、彼もカメラを持って自身の床へと向かうようでした。私は、部屋に鍵をかけて布団に潜り、強く目を閉じました。7。翌朝、拍子抜けするほど、彼は普段の彼でした。その日は、自分でも意外なくらい和やかに過ごすことができました。彼は昨日の姿を私に見られたことを知らないようです。私も彼もメモリーカードのことには触れませんでした。ですから、結局預けに行くこともしませんでした。カードは彼が持ち帰ったのでしょうか？それとも我が家のどこかにまだあるのでしょうか？私にはわかりません。ネットで見つけた怖い話。第2176話、二つのトンネル。二つのトンネル。四分の一、長距離トラックのうんちゃん。名前を A としておく。から聞いた話。真夜中の峠道。普段からよく通る道だったそうだ。その道の途中のトンネルに差し掛かったとき、A はある異変に気づいた。いつものトンネルの隣にもう一つ、同じ作り。同じ大きさの、謎のトンネルがあった。昼夜問わず最低でも半月に一度は通ってる道だから。新たに開通したトンネルなら、工事の時点で気づいてるはず。しかしこれまでにその様子もなく、まるで鏡に映したかのようにそのトンネルは突然、そこにあった。A は霊感の類などまるでない男だが、この時は、入っちゃいけない、と直感したそうだ。トンネルの出入り口付近の、パーキング広くなってて公衆電話とかあるところ、に車を止めた。トンネルを越えないと今来た峠道を戻らなきゃならないし、かなりの遠回りになる。気味が悪いが思い切って突っ切ってしまうべきか、遠回り覚悟で引き返すべきか。A はそのパーキングでしばらく悩んだらしい。続く二つのトンネル。四分の二。そうしていると、自分が今来た道を別のトラックが登ってきた。そのトラックの運転手、B としておく。もう異変に気づいたらしく、同じようにパーキングへ車を入れてきた。互いの運転席が隣り合うように停車して、窓を開けて話したらしい。長年運転手やってると、妙なこともいくつか経験するけどよ。こんなのは初めてだ。悪いことは言わねえ、引き返した方がいい、と B。見るからに年上でベテランの B の意見に A は従い、引き返すことにした。車の向きがにすでに戻り方向を向いていた B が先にパーキングを出て、A がそれに続く。A がパーキングを出て走り出した直後、一台の乗用車とすれ違った。その乗用車はトンネルに向かっていくわけで、A はその車がどっちのトンネルに入るのか気になって、ミラーでその車を追った。ミラーの中、二つのトンネルの明かりと乗用車のテールランプが見える。左右どっちのトンネルだったかは A からは聞かなかったが。そして、乗用車がトンネルに入った、続く二つのトンネル。四分の三。乗用車がトンネルに入る、その瞬間、A には無線のノイズのような耳鳴りが聞こえたそうだ。思わず体がビクッとするような音量で。ミラーの中、乗用車は吸い込まれるようにトンネルに入っていき直後、激しく爆発した。
正確には、乗用車の入った方のトンネル全体がマグマのように真っ赤に燃えた、ように見えた、のだという。慌てて車を止める A、B も異変に気づき、車を止めた。彼らのトラックには消火器が積んであったし、通報するにはさっきのパーキングの公衆電話が一番近い。当時携帯はない。ので、またトンネル方向へ引き返す。U ターンできないのでバックで。しかし、あのトンネルに近づくにつれ、また異変に気づく。ない。さっきは二つあったはずのトンネルが一つしかない。トンネルの入り口まで行っても、あの乗用車の影も形もない。不気味に静まり返ったトンネルが、何事もなかったかのようにぽっかりと口を開けているだけだった。続く二つのトンネル。四分の四。そのトンネルを通る気にはならず、結局、二人は引き返して遠回りした。後日、うんちゃん仲間にその話をしたのだが、誰も似たような経験をした人はいなかったそうだ。その峠自体、岩くつきとかでもなんでもなく、日中はそこそこ交通量の多い場所らしい。その後も同じような時間にあのトンネルを通っても、そこ通らないと仕事にならないらしく、またトンネルが二つってことはなかったと、で、数ヶ月後に A は高速の差でたまたま B と再会し、あの時の話になった。話を聞くと、B もあの無線のノイズのような耳鳴りを聞き、直後、真っ赤な光を見たらしい。まあ、今となっちゃ何だったのかわからねえけどよ。あのトンネルはこの世とは別の場所に繋がってたんだろうよ。おめえも見ただろあの真っ赤な光。謝るで地獄みてえだったなぁ。俺は、な、あのトンネルも、消えたあの車も、この世のもんじゃねえと思うことにしたぜ。だってよ、あの車がもし人間だったとしたらどうなったかなんて考えたくもねえ。俺たち二人、まとめてたぬきにでも化かされたんだよ。そういうことにしようや、なぁ。笑い、そう言って B が笑うので、A もそういうことにしようと決めたんだと。終わり B、S、長文&多文ですまんかった。ネットで見つけた怖い話。第2177話、同じ例。同じ例、6分の1。心霊サイトってあるじゃん。散々気質の心霊写真やら心霊映像やらをまとめて動画にして、次々に貼り付けてあるブログ形式のサイト。暇な時にしばしば見てるんだけど、一つ妙なことに気づいたんだ。それは、心霊写真心霊映像ともに、複数にわたって同一の霊が映り込んでいる、ということ。どういうことかというと、例えば屋根裏を撮った映像に浮かび上がった白い顔が、全く別の観光地の映像にも映っていたり、という風に、心霊動画をよく見る人には心当たりがあると思う。それらは大方、本樹。シリーズが出展であるので、発見した当初は。ふ、これで合成って丸わかりじゃん。わらばかす、わら。それでも見つけてすぐはゾッとした、わら。ぐらいに思ってたんだけど、同じ例、6分の2。ある日、暇だったもので心霊サイトを回っていると、何度も同じ霊に出会った。キレ調で、それでいて落ちくぼんだ晴れまぶたの太った中年の女。笑ってる。この写真にも、この写真にも。そのおばちゃんは映り込んでいる。笑ってる。一番寒気がしたのは、高校のラグビー部の集合写真。そのおばちゃんは、一番左手前の選手の右肩の上から小さな顔だけを出し、にんまりと笑っている。生き生きとしたピンク色の顔で、半分透き通っている。この写真に対する解説で、さらに不可解な気分になった。この写真を見た選手たちは優しい気持ちになった。映り込んでいるその女性は、撮影のあった日に行われた試合に同行できず、その一週間前に病死したマネージャーだったのである。同じ例、6分の3。寒気がした。誰がどう見ても中年の丸々と太った女だ。ピチピチの女子高校生とはわけが違う。思わず吹き出したのと、なんで？という違和感恐怖が一緒になった。そもそも、
これだけ複数にわたって同じ容姿の女が映り込んでいるのに、なぜ誰もそのことに触れないのか？心霊現象とはまた違った、戸惑いと不信感に満ちた恐怖がじわじわ来た。なんだか怖くなったので、その日は UFO 映像の巡回に切り替えた。同じ例。6分の4。夜、家族と食事をとった後、恐怖も和らいだ俺は、家族にその一連のおばちゃんが写った写真たちを見せようとした。ところが、いくら探しても見つからない。こんなことってあるのだろうか？躍起になって探せば探すほど、おばちゃんが遠くに感じられた。それから日が経って、つい先日のことなんだけど、漫画本が増えたのでリビングの本棚の整理をしてたんだ。すると、棚の奥底から心霊写真集の単行本を見つけた。作者を見ると、中岡俊也だった。今から30年以上前の本だった。ページをまくると、白黒のはっきりしない写真ばかりで俺は、すぐに退屈した。しかしその後、俺は、無様な悲鳴と共にその本を取り落とすことになった。笑同じ例。6分の5。それは、大昔の白黒写真だった。昭和初期の時代を感じる服装とヘアスタイルの人々が、2列に集合して写っている。そう、ちょうどあの高校ラグビーの写真のように。タイトルにははっきりと女性の姿が、と書かれてあるものの、一向にわからない。どこよ？と退屈しながら探していると、不意にそいつと目があった。探してもすぐにはわからない。そいつは写真全体にわたって大きく写り込んでいたのだった。もう、その目を見た瞬間に悟った。例のおばちゃんだ。ああ、また。透明て俺は、本を落としてしまった。同じ例。6分の6。あのおばちゃんは例なのか、それとも半世紀以上にわたってどこかの狂人が同じ女性の姿を写真に合成し続けているのか。そのおばちゃんは写真によって髪型や顔の角度が違う。ただ、大きな晴れまぶたと満面の笑みは常に浮かべている。どちらにせよ、何者かの異常な意図が感じられてなんとも不気味である。オカルトファンなら必ず一度は見たことがあると思う。ほんと、あのおばちゃん何者なんだろう。詳しい人がいれば教えてください。ネットで見つけた怖い話。第2178話、魯迅様。14年くらい前の話。当時小学校し、5年だった俺は、ひいおばあさんの葬儀のため、おばあさんの実家に行った。俺が物心ついてから、よくおばあさんはその実家に連れて行ってくれていたため、ひいおばあさんとも仲が良かった。だから俺は、すごく落ち込んで葬儀の後に一人裏山の畑横の道をすすきを倒りながら歩いていた。気づくと向こうから巫女さんのような格好をした。赤であるべき部分は青っぽい黒だったけど、そんな変な女性が歩いてきた。そして俺の前で止まり軽くお辞儀をした。俺は、知らない人だったけどとりあえず、こんにちは。と挨拶をした。その時後からおばあさんが呼ぶ声が聞こえた。振り返って返事をし、もう一度前を見たらもういない。怖くなってすぐにおばあさんの元に戻った。帰りのバスの中でおばあさんに会った女性の話をした。そんな変な人物は知らないと言っていた。そして、11年後、大学の地層、地質に関するレポートの作成のため再びその地を訪れた。その時は一人じゃなく友人二人と一緒に三人で訪れていた。崩落部分をデジカメで撮影し、帰ろうとした時友人の一人がいきなりうめいた。そいつの指さす先には何かバタバタ暴れている人間のような猿のような生き物がいた。それよりも驚いたのはその傍らラミナタのようなものを持った黒い巫女のようなあの女性が。見るとナタを何本もその変な生き物に投げつけて殺そうとしている。友人の一人は震えながらスクープだとか大ニュースだとか言いながらデジカメで映している。ともう一人の友人が急に悲鳴を上げた。こっち見てる。その後慌てて車で逃げ帰った。帰りの車の中でみんな騒いでいる。なんだあのばあさん。ばあさん、まだ若い女の人だったろ？
いやばあさんだった。そしてデジカメをいじっていた友人がぽつりと、データ消えてる。とつぶやいたからまた皆大騒ぎ。オカルトだオカルトだ叫びながらなんとか帰ってきた。しかし落ち着いて考えると随分子供っぽい話だな。と言い合い、あれは幻覚だったと話し合って別れた。後日、その話をひいおばあさんの実家を管理している大おばさんにしてみた。すると、それは路人様じゃないか?という答えが。しかし分かったのは路人様とかいう名前だけ。結局正体は未だ分かってはいない。誰か類似した話を知りませんか?今日のオカルトスレ。お前らの体験した怖い話。心霊系でもリアルでもいいから聞かせてくれ。背筋がゾッとするやつな。リンク。PC モニター切ったら変な顔が映ってそれは自分の顔でしたってネタあるじゃん。あれ本当に自分の顔の後ろに別の顔が映ることがあるらしい。何それ怖い。リアルな話なんだけど。時々パソコンから1メートル離れたあたりに食器棚があるんだけど。そこに変なものが映り込んだりするのを横目ながら数回確認したことがある。そういうの怖いな。俺も経験あるわ。たまに予感的にドクンって何かを感じることがあるよ。変身をそすすまそ。中学生の時に怪我した。足を骨折したんだけど、しばらくギブス生活を余儀なくされた。自分の部屋が2階だったんだけどいちいち上がるの大変だし1階のリビングで寝ることに。実は自分の家が好きじゃなくて、引っ越したのが小学生1年の時だったんだけど、その当時から家が怖くて仕方がなかった。一人で寝るの嫌だなーって思いながらうとうと、あ、寝れるな。って思った瞬間、起きろー。耳元で男の声が叫んだ。未だに覚えてる。キャー。墓場で火の玉見たこと。どうしても気になったから墓場中その時見て、明かりの正体を探したけど見つからず。結果火の玉ということにして無理やり落ち着かせた。火の玉って本当に出るんじゃなかったっけ?網膜剥離の手術の話。今から約7年前、急に右目の端、鼻の方、からだんだん視界が挟まりついた血で4分の1の視野を失った。次の日近くの眼科で検査したら網膜剥離と言われ、明日手術するので入院の準備して次の日に来院してくださいと言われ帰宅。次の日朝起きたら2分の1まで視野を失う。ちなみに、視野を失った部分は真っ白で明るい感じ。だんだん見えなくなるの怖いな。この話が一番怖かった。急にと書きましたが、前兆としては飛蚊症や目の端の方にイネミツみたいなのが見えました。あと、目頭に白いゴミがついている。剥がれ始めていた?状態が一週間くらいあったような気がします。目に異常を感じたら、すぐに病院に行くことを勧めます。誰にでも起こりうるんでしょ?しかもある日突然とか映画の話みたいやな。俺の場合は未熟児だったからかも。あと極度の近視もなる可能性が高いらしい。顔を殴られた場合も危ない。今日の出来事なんだけど。学校の通学路にトンネルがあるんだ。チャリでトンネルを通るときいつも嫌な匂いがする。ここを通るのが一番近いから我慢して通るんだけど朝より帰りの夕方のが臭い。4月に入学したばかりで最近仲良くなった奴らと飯食いに行って。今日は帰りが遅くなったんだ。暗くなってからあのトンネルを通るの。初めてだったし、ちょっと怖かったんだけど。人気が全くない。近いから、トンネルを通って帰ることにしたんだ。
トンネル入ってから後悔した。いつもより臭い。すごく臭い。何この匂い？って思いながら必死でチャリこいだ。いい加減にしろよ。なんなんだよ。この焦げ臭い匂いは、何か嫌な予感がした。少し先に黒くて大きな塊が見えたから。目で確認した途端鳥肌が立った。その黒い物体に近づけば近づくほど臭いが増した。それが何であるか本能で分かった。全速力で横をチャリで走り抜けた。怖くて後ろを振り向けなかった。もうダッシュで家に帰ってきた。でもあの焦げ臭い匂いがまだ身体に染みついてる気がする。だから風呂入ってくる。長文すまん、落ちなくてごめん。長文すまそ。忘れられないエピソード書く。友達数人と某心霊スポットに肝試しに行った時の話な。ちなみに実は。まず登場人物は、友人 A。こいつはあんまり怖がりじゃない。何せ家系の霊感が強くしょっちゅう家では何かが起きる。今回はデジカメ持参で、今日は写真に収めてやる。と意気込む。友人 B。あまり冗談は言わないやつで、普通にそういうの、見えちゃう、人。そして俺、霊感霊、見たことがない、だが見てみたい、ワクワク。他友人が数人。道中は雑談しながらも皆内心ドキドキワクワク、ああいう時って車内での静寂がすげえゾワゾワするよな WW。到着した場所は某ホテルで、その中に噂になっている一部屋があるということで俺たちは早速そこに向かうことにした。途中いろんな部屋を覗いてみたが、落書きだらけ。助けて、〇〇三条。まあこんなんはどこにでもあるわな。で、そうこうしてるうちに問題の部屋に着いたんだ。近づいていけば行くほどなんか寒い気がした。気のせいかも WW。ドキドキしながら部屋を覗いた。まず思ったのはね、雰囲気が違う。というか、決定的な違いがあった。ここでみんな、え？ってなる。落書きが一つもないのよ。壁に掛け軸みたいなのも下がってて、そこだけ割と綺麗なままなんだ。で、入り口は狭くて、その違和感からみんな中に入りにくい状況だった。だから玄関で縦一列になる状態。俺は、2番目に立った。前には友人 A、先頭で部屋内を撮影しまくる。たびたび光るフラッシュで一瞬はっきり部屋が見れる感じ。3番目、俺の後ろにいた友人 B が小声でぼそっと。友人 B、ああ、いた。俺、どこ？友人 B、掛け軸の奥の部屋の角あたり。俺、マジか、ワクテか。友人 B、白い服の髪の長い女だ。俺、マジか。ありきたりなやつだなぁ、本当かな。しかし前にいた友人 A には聞こえてなかったようで、ずっと写真を撮ってる。ちょうど A が前にいて見えなかったから、見たい一心で興奮して。俺、ちょっと A、どけて。って言った瞬間、59の続き。友人 A がぐる、と振り返って。友人 A、うわぁ。ってみんな押しのけて逃げ出した。みんなそれに釣られてわけもわからず逃げ出した。WWW。みんな、え？なになになに？おいえい。もう必死に追いかけることしかできない。
しばらく走って胃が落ち着いたのか、立ち止まり顔面蒼白ながら話を始めた。友人 A。 はぁ、はぁ、いや、いたんだよ。俺、はぁ、はぁ、何がよ。友人 A。 フラッシュ。耐えた時に、掛け軸のあたりから、こっちに向かってきたんだよ。友人 A。 白い服の髪の長い女が。俺、友人 A は俺と友人 B の話が聞こえてなかったはずなので、ゾッとして。後で問題のフラッシュを焚いた時の写真を確認したら、その瞬間の写真にだけしっかり写ってた。なんだっけ？オブラート？オリーブ？丸い光。あれが掛け軸周辺にたくさん写ってて、これも見た時ゾッとした。ああ、だからあの部屋は綺麗なままなんだ。って思いましたとさ。時間かかった割につまらなくてすまん www。怖いがな www。てかそれって C 県にあるホテル廃墟じゃないよね？おう、C 県。多分合ってるよ w。もしや行ったことある？ 66。いや先輩がこないだ行ってきて怖かったって言うから今度連れてってもらう予定。しかもその先輩も一部屋だけヤバい部屋があって本能的に近寄れなかったとか言ってたんだけどヤバい怖い。俺も ID 変わってた www.62 です。ぜひ夏にでも行ってみてくれ。本当怖いから。俺が昔行ってから老いた月日が経ったからな。もしまだ部屋が綺麗なままなら、奥に掛け軸あるからその周辺には気をつけて www。健闘を祈る。おやすみ。夏に行く予定。マジで怖いわ www。無事帰ってこれたらまたすれ立てるかな www。夢の話。引っ越す前の自分の部屋に立っている。夜用の厚いカーテンが窓にかかっていて部屋は薄暗い。窓から淡い光が少し漏れてる感じ。夜ではない。自分の前に誰かがいる。母親だ。長い髪と薄暗い部屋のせいで表情はわからない。少しして母親が自分に近寄ってくる。そして自分にボソボソと何かを言う。その瞬間に異様な吐き気とトラウマに直面した時のような感情が溢れる。そして起きる。そしてよく考えたら夢の女性は母親じゃないと気がつく。上のような夢を一時期毎日見てた。ひどい時には夢で起きて、またこの夢かと寝直した次にまた同じ夢を見るぐらい。夢の女性は確実に母親じゃないんだよな。見た目貞子だな、あれ。現実の母親は髪はショートだし、すっげえ怖い状況だと思うんだけど夢の中ではその女性を母親だと思ってるから恐怖は感じない。一度だけボソボソ言われたことを覚えてて夢から覚めたことあるんだけど、日本語の羅列で意味わからなくて忘れたな。そういう夢の話とかって怖いよな。母から聞いた話、俺の祖父が入院してベッドで横になっていた。ついうとうとして昼寝をしちゃったらしいんだよ。寝てる時にある夢を見た。その内容は女の人が祖父を追いかけていて、祖父は必死にその女の人から逃げている夢らしい。昼寝から起きると、姪っ子が見舞いに来ていて隣に座っている。祖父は姪っ子に、今、変な夢見てたんだよ。と言うと、姪は、知ってるよ女の人に追いかけられる夢でしょ。って答えたんだと。祖父は、なんで知ってるの？と聞くと、姪っ子は、さっき女の人が窓の向こうから、こっち覗いてたから、と答えた。
祖父の病室は4階だったそうです。それ実は？怖いんだけど。中学生の時の話。こたつで受験勉強してたら、高校生の姉がこたつの向かい側に入って、ドライヤーで髪をブローし始めた。これから文化祭の打ち上げに行くとかで、ちょっと化粧もしていた。ドライヤーの風で参考書のページがめくれるから向きを変えてくれと。頼んだら、何か気に触ったのか、私のペンケースをこたつの脇に投げ払った。何するんだよ。問いかったら、姉がムースの缶を顔面めがけて投げつけてきて。うるさいなぁ。急いでるんだからどっか行ってよ。と切れた。缶は避けた。その瞬間、自分もカーッとなって何か投げつけようとして立ち上がったが、机の上には、ノート、参考書、問題集、姉のマグカップ、姉のプリン、しかなかった。自分のものを投げるのは尺だし、マグカップはさすがに危険、と。とっさに判断したのか、気づいたら姉のプリンを姉めがけて豪快に投げつけていた。プリンは姉の右側頭部をかすめ、奥の部屋の天井にぶつかってソファーの上に落下した。ブローしたての姉の髪は右半分の上部がプリンまみれ。その時、私は、生まれて初めて、ライオンに出会った鹿のような、生物としての恐怖を体験した。覚えているのは、呆然と下を向いていた姉がピクリと震え、静かに顔を上げる動きがスローモーションのように見えたこと。そして、目が合った瞬間、全身を緑色の火花が駆け巡ったような、異常な感覚、恐怖ですらない反射、に襲われ、人間とは思えないスピードで、妹の証言、家の外に飛び出し、気がついた時は50メートルほど離れた公園にいて、裸足だった。あの感覚は、何年経っても忘れることができない。思い出すたびに自分は動物なんだな、と実感する。面白い、わら。これはどう見ても実話だな。わかる。うちの姉は一瞬夜叉になったんだよ。その先は覚えてない。当時姉小学校の高学年だったが俺が30を超えた今でも恐怖が忘れられない。車で2車線道路の右車線を走行中に左車線から原付が急に前に割り込んできて、そのままスコロンでくれた時は人生終わったと思った。何かを引いたような感覚があったんだよ。血の気が引いててなんか震えてた。止まって確認したら引いたのは袋いっぱいのみかんだった。脇で原付き運転してたジジイがうずくまってたんだが、引いたのが人じゃないと分かった瞬間頭に来て、ふざけんな、てめえのせいでこっちの人生終わりかけるとこだったんだぞ。アケーディーソユビーエスエイチソア。手怒鳴りつけてたらヤジ馬に、まあまあ落ち着け、と止められた。それは誰でも焦るな www。俺も変な体験してみたい。10年ほど前に某事件で亡くなった家のリフォームに行った大工の話。一人でその家の亡くなった息子の部屋回り工事をしてると壁や天井を何度も叩く音が、他の業者が来たと思って外に出ても誰一人いない。また中に戻り仕事をすると叩く音が、結局工事終了まで謎の音現象が続きビビりながら仕事をしたそうだ。葬式帰りだが怖い現象がなくてよかった。何でもよかったら勝手に書きます。20年くらい前の話。当時車が大好きで仕事も自動車関係の仕事をしていて、峠にも行っていた。ある晩、客兼友人の修理&改造をした車の調子を見るべく助手席に乗って各景気をチェックしていた。一通り終わっての帰り道街中を走っていたジフエに友人が、バーロー、
と言いながら急ハンドルを切った。対してスピードは出ていなかったけどタイヤが悲鳴を上げ、車体がブレるほど急激な操作だった。原因は確認をせずに割り込んできた車だったので、その車を二人で睨んでいると後から何かが迫ってくる。明らかにこちらを追いかけているような感じですぐに我々の後ろに来た。友人は真っ青な顔ですぐさまシフトダウンし、アクセル全開、急排気の音を響かせ弾丸のように加速した。右に左に巧みに車を交わし、映画のカーチェイスのように走るもまだついてくる。やばいやばい。とつぶやく友人、何がやばいん？と聞くと後を見ろとのこと。言われるがまま後を振り向くと、すごい剣幕で追いかけてくる2台の真っ黒いベンツだった。これは大学生の時に体験した不気味な体験。今は見てないけど、当時はめちゃイケを毎週欠かさず見てた。飲食のアルバイトで放送時間と重なってしまうから帰宅して録画したのを見てたんだよ。あるゴルフの企画でメンバーが一人一打ずつ打っていき、最後加藤がパターでカップに沈められなかったシーンがあったんだよね。横の有野が、パターの音せえへんかったよ。ってセリフを加藤に言った後に、当然メンバーと編集で入れた笑い声しか入ってないと思うんだよ。だけど、笑い声の中に、うわうー、という中年男性のうめき声が混じってたんだよね。すぐにおかしいと気づいて巻き戻しして見直しても、やっぱり声は入ってるんだよ。念のため3回目見直してみたら、そのうめき声がきれいさっぱりなくなってた。あまりの出来事に、ちょっと呆然してた。小さい頃、3歳くらいの時の話。その頃は怖くて一人で寝られなかったんだ。だから母親と寝ていたんだけどそろそろ一人で寝なさいって言われて一人で寝ることになった。だけど怖いから部屋のドアを開けたままにして、廊下の電気をつけて寝ていた。ある日、いつものように廊下の電気をつけて寝ていると廊下に誰かの気配を感じた。しばらく廊下を見ていると人の影が映っている。それがゆっくり、ゆっくりと大きくなっていってこちらに近づいてきた。そしてついに影の主が現れるというくらいになって俺は、怖さに耐えられなくなった。普通なら布団とかに隠れるのになぜか廊下に飛び出して今までもうダッシュで走ってた。気づいたら母親に泣きついていたんだけど、よく考えたら廊下で影の人物に会う。ぶつかる。はずなのにそこには誰もいなかった。あの影は一体何だったんだろうか。あんま怖くなくてごめん。昔、足元に転がったボールを蹴った。見える友人曰く、それは血まみれの顔だったらしい。見えない友人曰く、いきなり俺が何もないのに蹴る動作をしたらしい。見える友人、見える友人、俺、という三人の間ではそんなことがよくある。歩道を歩いてたら後ろからガターンと大きな音がした。トラックやダンプとかが段差を乗り越えるような音。街中ではそういう音は珍しくもないから気にせずにいたら、バキンボキンボキンって金属をへし折るような音が聞こえてきて、え？って思って振り返ったら、トラックが歩道の柵をなぎ倒しながらこっちに向かってきた。ほんとこういう状況になったらマジで動けなくなるのな。固まってしまった俺にトラックが7から8メートルぐらいまで迫ってきた時に、うんちゃんがハンドル切って車を車道側に戻したから助かった。幸い、歩道には俺以外誰もいなかったので怪我人はなかったけどマジで死ぬかと思った。事故は直進してたトラックが展開中の乗用車に接触したのが原因で、トラックのうんちゃんが乗用車の運転手にめちゃめちゃ怒ってた。父親が友人連れて会社から帰ってきた時、真っ青な顔してたことがあった。どうしたのって聞いたら、家に来るまでの途中の空き地で、うめき声が聞こえたって言ってた。殺してくれ。って、
しゃがれた声で、みな気味悪がってた。そしたらその日の夜中、家のすぐ近くでサイレン鳴ってたんだ。俺は、眠くて特に気にしなかったんだけど、翌日歯医者に行ったら、一緒に行った母親が他の患者と何やら話し込んでた。その話の内容はこうだった。昨日、空き地の足を通る用水路で、おばあちゃんが溺死してたらしい。どうやら、泥酔していたおばあちゃんが自転車で帰宅途中、転んで運悪く用水路の足で頭打って、動けなくなったんだと。うつ伏せで倒れたせいで、用水路に顔を突っ込んだまま、長い時間苦しんでから亡くなった。父親が聞いたうめき声は、多分そのおばあちゃんだったんだろう。なんせ暗かったし、用水路は本当に細かったから、そこで人が溺死するなんて思わなかったんだろうな。その空き地の近所の人も、声は聞いてたらしいけど、猫だと思ってたらしい。父親は、あの時確かめていれば、得やんでいた。いろんな意味で怖い話だ。なんか父さんかわいそうだな。今から10年くらい昔の話。俺には10歳年下の妹がいて、当時妹は2歳くらいで俺は、小5くらいだった。その日妹は昼寝をしていて2階の寝室で寝ていた。俺は、1階でテレビ見てた。夕方くらいになって妹が起きたらしく、2階から降りてきた。俺がテレビを見ていたリビングからは階段が見えるんだけど、なぜか妹が階段を降り切ったところでポカーンと立ち尽くしている。何かを見つめるかのように廊下の方を向いて立ってるんだよ。不思議に思った俺は、妹の側まで行ったけど、妹の見つめる先はただの廊下で誰もいないし何もない。そこで妹に、どうしたの？何を見てるの？と問いかけると妹は、じいじ、じいじがいる。と答えた。ちょうどその1ヶ月前に祖父はこの世を去っていた。2歳の妹が嘘をつくわけがない。きっと祖父が最後の挨拶に来たんだと思った。妹の話だとニコニコと笑っていたらしい。何も見えないけど俺の目の前にあの優しかった祖父がいると思うと自然と涙が出てきた。怖い話じゃなくてごめん。でも実はなんで。長文失礼しやした。昨晩起きたこと。寝入りに金縛りによく合うんだけど、昨日は夢？で枕元に女の子が立ってて。それ私の。体、だから返してよ、と叫んで体を奪おうとしてきた。いやいや待て待てこれ私のだし、って思って、嫌だよ、って言おうとしたんだけど、口が動かなくて、いやーだーよー、って寝ぼけたじいさんみたいな。返ししかできず、何度かチャレンジしてようやく、嫌だ、ってはっきり言えて。そしたら女の子は消えた。けど再チャレンジしてるみたいでその後も何度か金縛りになりかけたけど、起きてたから、うるさい、邪魔、って言って撃退した。ご近所さん夜中にうるさくしてごめんなさい、わら。でも晩って引かないと金縛り解けないんだよ。あれ、全然怖くなかったさーせん、わら。金縛りなかって声出ないよな。頑張ってやっと出る感じ。結構怖くないか？女の子が立ってるとか叫んじゃうよ。学生時代、買い物を済ませて家の鍵とチェーンをかけたところで記憶を失った。気づいたのは翌日でベッドの上。台所には作った覚えのない料理があり、洗濯物もすべて取り込まれていた。鍵はチェーンを含めてすべてかけられていて、部屋の中に他人の気配はなし。おまけに全く知らない筆跡で隠してあった日記帳に日記が書かれてた。それめっちゃ怖くね？でも優しいというツンデレな感じ。夏の夜、
9時過ぎだったかな。家に帰るのが少し遅くなっちゃったから、いつもは通らない近道を通って帰ることしたのよ。その近道ってのが道が狭くて、左側はもう少し行くと林が茂っていて、街灯はれえ。いえ、危険な道って感じ。そこを駆け足で走ってたのね。気休め程度に iPod の音量も少し大きくしてさ。そしたらなんか笑い声が左から聞こえてくるわけ。アンド9354人分ぐらい、子供混じりの笑い声。なんか家族で集まってんのかな?って思いながら家帰ったんだけどさ。後になって考えてみたら、俺 iPod してたんだよね。左側は林だけどほぼ崖だし。それ以来夜はそこは通らないようにしている。2年前の終戦記念日に起きた出来事を。家の中にいたんだけど何もすることがなくて本を読んでたんだよ。そうすると耳元で、ねえ、っていう若い女性のささやき声が聞こえたんだよね。隣人の声が漏れたんだなと思って無視してると、また、ねえ、ってささやいたんだよ。あまりにしつこかったから、何ですか?って言ってしまったんだよ。そしたら別の返事が返ってきたんだよね。中に入っていい?それを聞いた瞬間、顔面蒼白になってありとあらゆる鍵をかけまくったよ。似たような話を聞いたことあるな。確かインターホンが鳴って外を見ると真っ赤な服を着た髪の長い女が立っていて、気持ち悪いから無視してたら声が聞こえて振り返ったらその女がいたとかいう話だった。やだ怖い。他にも遭遇した人いないかなと思って書くんだけど。深夜にピエロに会ったことある人いないかな?うちの両親休日や祝祭日なんかの夜に連れ立ってカラオケ行くことが稀にあるんだけど。その夜も行って帰ってきた時の話。うちはパッド兼マンションみたいな大きな社宅の5階の。階段エレベーターから見て一番端の部屋に住んでて。そこに帰るのに長い渡り廊下2人で歩いてた。うちの部屋の一つ手前の部屋の一家が某夢の国大好き一家で。その日も連休中でいつものごとく夢の国旅行中で留守だったらしいんだが、そこんちの部屋の前通りがかった時ドアの前にピエロがいたらしい。時間が2時過ぎくらいであまりに場違いな風貌にビクッとなったらしいが。とっさに、こんばんは、と挨拶したら、ピエロも無言で会釈してきたらしい。ちなみにお袋はそのピエロの風貌を昔のミュージカル映画、長靴下のピッピの主人公のピッピそのまんまだったって言ってた。そのまま帰宅したが二人とも、あれは何だった?状態、でも別に未だにそらす被害なんかの報告はない。けど怖くてリンケに確認できないでいる。って話を昔の職場の飲み会で怖い体験談の流れになった時思い出して話したら、その時のマネージャーも深夜にピエロに会ったことあるって話し始めて、そのマネージャーが数年前友人宅行って、車をちょっと離れたパーキングに止めて、で帰りにまた人気のない寂しい道をパーキングまで歩いてたら、最初遠目でカラフル内で立ちの不老者が立ってると思ったらしいんだが、近づいてったら、ピエロ、だったらしい。何をするわけでなく道の脇に立ってて、こんな時間になんて?と思ったらしいが、通り過ぎる時に頭下げたら、ピエロも会釈してきたらしい。で何かこういう都市伝説でもあんのかと思って書いてみた。私は、東北在住で上記2つも東北なんだが、他の土地でも深夜のピエロ話ってあるのか、ローカルなのか。ちなみに2つとも挨拶してるけど、これ挨拶しなかったら何かされてたのかな。俺の体験談ではないが姉ちゃんの体験談。姉ちゃんが大学卒業して保育士になって、とある病院の医師や看護師の子供を預ける。病院の敷地内にある保育所で働いてた時の話なんだが、たまに子供たちが窓の外の、
ある方角に向かって一斉に手を合わせることがあって。何してるの？って聞くと、ナムナムさんがいるの、っていうらしい。親御さんにナムナムさんについて尋ねてみたら、仏壇やお墓に手を合わせるときにナムナムしてとは言うけど、って言われたらしい。姉ちゃんが、その方角ってのが脳神経系の難しい患者さんばっかいる塔に向かってやるからナムナムタイム始まると怖いのよ。って言ってた。正直それ聞かされた夜はトイレ行けなくなった。昔リサイクルショップでバイトしてた頃の話。そこは個人経営でネット販売のみだったから結構ラフな雰囲気だったんだが、ある日商品でコンポ型の CDJ? が入ってきて、エジェクト部分が調子悪いのが分かって、俺でも直せそうですって一人残って、結局、深夜までやってたんだが、事務所の室内で飼ってる犬が急に吠え始めて、ビクってなって玄関見たらドアのすりガラスに人影映ってた。夜の1時くらいで、ノックなりなんなりのアクションもせずに、ずっと動かず立ってるあのシルエットにガクブルした。けど眠いし疲れたし直せるって言った以上何が何でも直したかったから。人影とりあえず放置でまた作業始めた。気づいたら犬も静かになっててドアの人影も消えてたから。俺じゃ直せませんでしたということにして諦めて帰った。まあ何が怖かったの?と聞かれたら。帰るときドアに手をかけたときに鍵が開け放しになってたことに気づいた瞬間が一番怖かった。一昨年の冬の話。昼になっても姉がなかなか起きないので、親に頼まれ起こしに行くことに、姉の部屋に入る。姉ちゃん寝てんの?具合悪いの?布団頭までかぶりながら、うん?もう昼だし今日ラーメンだから伸びるよ。うん?起きんの?まだ寝てんの?あんた何ブツブツ言ってんの?俺の後ろから姉登場。いやいや布団膨らんでましたし、手とか見えてたし。新潟には半魚人が出るから行くなと言われてる海岸があって、オカルト研究家が調べてみたら、潜水服を着て海から上がってくる朝鮮人とばったり会ってしまった。って話が怖かったな。拉致の目的は、スパイ育成、とか言われてるけど、あれは表向きで、実は人間狩り、使える奴は洗脳して政治利用。使えない奴は奴隷市場に流す。実は拉致された人は認定されてる何倍もいる。ある意味半魚人よりずっと怖いがな。一人暮らししてから数ヶ月経った時の話なんだが、結構疲れてたみたいで、ソファに座って休んでたんだ。いつの間にか眠ってて、その時の夢が自分が殺される夢。舞台は全く一緒の新居。BR。その時も疲れてて、いきなりチャイムが鳴り、んだよこんな時に。って思いながら出ると全く知らないやつで、いきなり刺されたんだ。なぜか一回刺されたくらいじゃ死なず、もがいてるところに何かの恨みのように何回も刺される。その時に、壁と玄関のマットに血が飛んだんだよ。それでも死なない。痛みだけは鮮明に覚えてる。ふと目が覚めると、汗がダラダラですごく気分が悪い状態になって、ああ、夢か。なんて思って時計見ると、深夜1時くらい。とりあえず風呂には行って、明日の朝飯はどうするかなって考えながら、コンビニに行く支度をして玄関に行くと、なぜか玄関のマットが血だらけになってた。もちろん夢ではなく、夢で刺されたところを見てみると何の痛もない。とりあえず、気味悪いので玄関のマットは捨てて今は新しいマットしてあるけど、あれは何だったんだろ?小学の時、何気なくピンポンダッシュして50メートルくらい逃げて様子見てたら、出てきたおじさんが俺を見つけた瞬間に超ダッシュで追っかけてきた。しかも無言で、手の振りが全くない状態で。
それがあまりにも怖くて泣きながら逃げた。曲がり角曲がったら同じような年齢の小学生がいたから避けて逃げてたら、その小学生がおじさんに捕まって家に拉致されてった。やばいなそれ。俺も子供の頃、三人でピンポンして逃げてたけど、ある家に何回鳴らしても誰も出てこなくて。また様子見に行って、押したらブザーを解けされて今度はドア叩いたりしてるうちに、もっと衝撃与えようと一人が回し蹴りした瞬間。いきなりヤクザみたいな怖もての親父がこの野郎、手間近に迫った時は死ぬかと思った。三人で全速力で逃げたけど、俺が一番後ろにいたから走りながら振り返ってみると、一人があとちょっとで親父に捕まるとこだった。それ以来いたずらやめた。ベタすぎて悪いが、今朝は暖かかったんで、部屋の空気を入れ替えようと三つの窓を開けて出かけたんだけど、さっき帰ってきたらそのうち二つが完全に閉まってた。俺は、一人暮らし。まあ、風のせいかなんかだろうと思ってはいるが、実際に体験してみるとちょっと気持ち悪い。じゃあ私も、あんま怖くないかもだけど、当時の彼氏と夜中、お散歩がてら家から少し遠目のコンビニに行った時のこと。コンビニの近くの神社？お寺？でアイス食べてたら突然手とか清めるやつ。名前がわからん。の水が流れ出して、同時に雨が降ってきたのね。で、その雨が結構激しかったから、その場にあったりにかさかりてそう歩きで帰ってたの。一つの傘二人で使って割と近道だと思われるすごく狭い道歩いてたんだけど、後ろからチャリ来た気配感じたから彼氏側に一歩近づいて、彼氏も自分側に私を引き寄せてチャリが通れるように道開けたんだけど、チャリが来なくて。あれ？って思って後ろ振り向いたら誰もいないの。268。続き。あれ勘違いか。確かにチャリの気配感じたんだけどねー。なんて話しながら、家の方向と思われる道に進んでったら、また神社に着いたの。場所的に絶対最初の神社とは違うとはずなんだけどなんか似てて。もう怖くなって傘神社に返して、二人でダッシュで逃げたよね。で、とりあえずどれくらい走ったかよくわかんないけど、よく知ってる大通りに出た瞬間、本降りだった雨がピタリと止んで、普通に家に帰りました。それ以来深夜の散歩は怖くてできません。神社に住む霊、傘返せー。そうなのかね？それ以来ビニ傘拝借するのもやめたよ。気をつけろよ。物には魂が宿るからな。うちのマンションなんか傘拝借した住人がマンションの掲示板に顔さらされてたからな。ああ現実って怖い。海外にいた時の話。アパートで一人暮らしをしている彼女から寮に住んでる俺に電話があった。買ったばかりの犬がずっと吠えていて怖いから来て。しょうがないので彼女の家に行くと、玄関と寝室の窓らへんを、動いては吠え、動いては吠えしてた。確かに吠え方が、何か対象に向かって、だったので変だと思った。彼女も怖がっているので、寮に泊まることにして、彼女の部屋には森使用してみた。犬が吠えていた。ベッドと脇のクローゼットの間。あと、玄関、に。翌日、怖がる彼女に付き添ってアパートに泊まることにした。夜中になり、犬が昨日のように吠えているので起きた。昨日とは違ってクローゼットに向かって吠えている。彼女も起きていたので、何もいないよ。って感じでクローゼットを開けてみた。すると、中に体育座りをした男がいた。なんとなくぼんやりした感じ。
あまりにも怖くて開けてすぐ閉めた。彼女も腰を抜かしたかのように俺の足にしがみついてた。その時、今度は犬が窓に向かって吠え出した。同じ吠え方だった。恐怖心、好奇心どっちもあった。さっき見たのは幻覚だと確かめたかった。息を止めてカーテンを開けると、狭いベランダに何十人もの人がいたんだ。老若男女何人もがびっしり。みんなぼやっとしていて、こっちを見てる感じの人もいた。ふわふわしているような感じ。動き出してこっちに来ると思う人もいた。あまりの状況に彼女と犬を引っ張ってすぐに外に出て寮に戻った。その後、大家さんに話をして彼女が引っ越すことになり真相を聞いてみた。すると、やはり何組かはその部屋で霊を見た人がいるんだそうだ。その敷地は戦時中の墓地だったらしく、その墓地の中の通り道らへんが彼女の部屋だったそうだ。つまり、通り道に森塩なんてしてしまったから通れなくなってしまったのでは、ということだった。いつも笑ってる妹が、お兄ちゃん。さっき誰か他の人居なかった?でも農機の端っこを指差しながら真顔で言ったこと。そういや遊園地みたいな場所の、どこにでも虚そうな占い師が、通りすがりに。左に幸運、右に不幸。って、頼んでもいないのに急に叫んで、どん引きしたけど。飼ってる鳥が、絶対に左肩にしか乗らないことに気づいた。多分ペット飼ってる人ならあるあるだと思うけど、犬とじゃれてる時に、あれだけ尻尾振って俺の顔を見てたのに突然何かを見つけたように尻尾をピタリと止めて俺の肩の上あたりをじーっと見つめる。めちゃくちゃ怖い。マジトラウマな小さい頃の話。家族で祖母の家に泊まった時、やけに寝つけない日があった。うちは神教でその中でも祖母は結構好感みたいなのなので、家には仏教でいう仏壇みたいなのが二つある。部屋がないので家族で泊まるときはその前に寝かせてもらうんだけど、とにかく深夜になっても寝つけなかったんだよね。二時回っても寝つけない。すると多分その時間くらいに、誰かが足を触ってくるんだよ。掴むんじゃなくって触るとか叩く。って感じで、その時は誰かのいたずらかな?って周りを見渡したのをよく覚えてる。家族は並んで寝てたからね。でもみんなちゃんとそこにいるんだ。あれ?って思って下を見ても誰もいなかった。布団が膨らんでなかったんだ。子供だったからそれでもあれ何か変?ってことしか。その時はわからなかった。いよいよ布団をまくってみると、なんか、言い表せないけど、布団の隙間からぺったんこの何かが、足を掴んでるのが見えた。その時初めてこれが人間じゃないって分かって、パニクった。足をバタつかせてもその腕は離れなくって、それどころか、布団の向こうに引きずり込もうとしてくる。抵抗して下の敷布団を掴んだけど、それでも引きすられて、畳に爪まで立てたけど無理だった。結局は引きずり込まれて、ブラックアウト。目が覚めると朝になってて大泣きした。けど家族は信じてくれたんだ。なぜかというと、ずっと私は、敷布団をものすごい力で掴んだまま寝てて、しかも畳にも引っかいた跡があったから、祖母曰く、総霊様。変換知らないけど先祖の世界とつながる仏壇みたいなもの。から良くないものが一番感の強かった私に。子供って見えるっていうよね。助けてもらおうと訴えてきたんじゃないかってことらしい。当然お祓いに行ったが、今でも寝るときに足は伸ばさない。
そしてそのせいで身長は伸びなかった。ソレイ様、ソレイ様、先祖霊、の役だろう。小さい頃、家で遊んでたら、強烈な立ちくらみとともに、視界に無数の小人の兵隊、絵本に出てくるような、が視界を埋め尽くし、びっくりして目を閉じて、もう一度開けると兵隊は消えていた。ただ、一つ怖かったのは、兵隊に埋め尽くされた視界の向こうに、何か赤い空間、があって、こちらを覗いているような気がしたこと。なんせ、子供だったんでトラウマです。人いるのかわからんが、長いし落ちもほぼないやつ格は、小6の学習発表会、学芸会、の時の話なんだが、年春、漢字わからん。の劇で私は、楽器隊でステージ脇の隅でリコーダー吹いてたんだ。そうしたらふとクラスでそこそこ仲の良かった A ちゃんのいる方がなぜか気になって、その時 A ちゃんは私の後ろの方の離れた場所でリコーダー吹いてた。振り向いた。そしたら劇中で体育館は真っ暗なはずなのに、その子の足元にはっきりとすごく大きい錦蛇がいて二度見した時にはもういなかった。その時は怖くて聞けなかったんだけど、中二の時にちょうど A ちゃんと同じクラスになれたから思い切って話して蛇祀ってる A とかなの？って冗談で聞いてみたんだ。その次の日に A ちゃんがすごい怖い顔して、なんでわかったの？って言ってきた。自分で聞いといて忘れてて。え？わら何が？わら。って答えたら A ちゃんに、おばあちゃんの家に蛇祀ってたんだけど、って言われて鳥肌立った。ヘビーな話だな。幽霊じゃなくてすまん。当時小学3年の時に俺たち家族を乗せた車が事故にあった。中央線無視して突っ込んできた対向車避けてがけに激突。運転席の母ちゃんはハンドルの上に唐突伏してて腕だらんとして動かない。後部座席のばあちゃんは運転席のシートの頭部分に頭がめり込んでて動かない。同じく後部座席にいたはずの妹はいなくなってて座席下にうつ伏せで動かない。助手席の俺は、妙なところに足が挟まって動けない。ボンネットは原型なくなって黒い煙。おしまい。